シオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは家族葬の現場から、オフィスシオンで働いている女性スタッフが仕事を通じて日々感じたことをブログに書いています。その中から毎日1話ずつご紹介していきます。今日のタイトルは全神経を集中させています。幸せなことにこの葬儀の仕事をすることが好きで長年させていただいています。仕事ではご家族や親戚の方、会社関係や改装者、お寺様など宗教者、いろんな方のお気持ちや会社の都合なども配慮して神経を集中させています。毎回同じような業務でも一人一人違います。同じお家でもおじいちゃんおばあちゃんでも違うし、残された子供兄弟でも感じ方が違います。どの方にとっても気持ちがいいように差し上げないとと思っております。また予定の立たない仕事でもあります。夜中でもお正月でも電話が入れば駆けつけます。いつもいつも次に何かことが起こった場合のことも想定しておかなければいけません。息も詰まりそうなぐらい時間との勝負の時もあります。そして遺族に声もかけれないぐらい憔悴しきった方がおられるのに、かける言葉も見つからず力のなさを知ることも多くあります。このように毎日思い努めています。家族葬の現場から、今日のブログのタイトルは全神経を集中させています。こちらをご紹介しました。この内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただけます。そして今回1月5日に発売されましたオフィスシオンの寺尾社長監修漫画で丸分かり初めてのお葬式をプレゼントいたします。難しい、分かりにくいと思われがちなお葬式について事前に知っておくこと、葬儀者を決めるまで当日を迎えてなど漫画で分かりやすく紹介しています。また皆様からの質問やご意見ご感想も募集しています。本ご希望の方、そしてご質問など住所氏名をお書きの上、メールの場合は info@nara.fm、 ファックスは 074224-8422、 おはがきの場合は郵便番号 630-8334、 奈良市西野信也町43番地、奈良 .fm オフィスシオンの係までお送りください。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、このコーナーは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りしました。